はい、どうもトラッキーの無課金覇王ロードオリックス女性編です。今日でログインが、1511日目ですね。はい、現在2024年1月27日の、午前10時21分なんですけども、今回ですね、ちょっと久しぶりにね、ミキサーの方をねやりたいなと思います。はい、ですね、A ランク自沈ミキサーを、1回だけやります。はい、で S ランク自沈ミキサーを、今回2回やりたいなと思います。はい、まあ、2回分ありますんでね、ぜひ欲しい選手ね、持ってない選手来てほしいなと思ってます。はい、それでは、まあ、ミキサーやりますんで欲しい選手のね、まず確認からいきたいなと思うんですけども、いきますね。はい、まずはまあ A ランクですね。 A ランクはですね、まあ、1回しかしないんですけども、まあ、茶野選手が一番欲しいです。S ランクね、交換会かなできて、A ランクが現在3枚しかないんでね、まずぜひあと2枚欲しいなということで、最低2枚欲しいなということで、今回ですね、茶野選手来てほしいですね。あとゴンザレス選手も来てほしいですね。はい、ゴンザレス選手は S ランクないんですけど、まだ A ランク3枚なんでね、S ランクも実装されてますんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。あとはそうですね、まあ、今回ギボ選手来ましたけど、ギボ選手一応まあ覚醒のね、ギボ選手の A ランク5枚あるんですけどね、まあ後々いる可能性もありますんでね、まあ、ギボ選手もいいかなっていう感じですね。はい、まあ、欲しいのはそうですね、茶野選手が一番欲しいかなっていう感じです。あとゴンザレス選手っていう感じですね。はい、 A ランクはこういう感じです。で S ランクなんですけども、 S ランクはですね、もう被らなければ本当誰でもいいですね。まあ、ゴンザレス選手だけね、先ほど言いましたように A ランク3枚なんでね、ちょっと微妙なんですけども、他はもうそうですね、あ、山岡選手もダメですわ。山岡選手アニバーサリー持ってるんで、山岡選手はちょっとそうですね、山岡選手が一番、持ってない選手の中では来てほしくないかなっていう感じですね。はい、あとはもう頓宮選手もね、全然取れてないんでね、まあ、ぜひ来てほしいなっていう感じと、あと、まあ、今回追加された田島選手、オールドーチですね。はい、9位76、制球76、スタミナ76で、若月選手もぜひ欲しいです。若月選手ね、僕ね、1回もね、S ランク取ってないんですよ。はい、こういう感じでね、取ってないんで、ね、もうそろそろね、A ランクはね、10枚ありますわ、多分10枚ありますんでね、若月選手も欲しいですね。はい、まあ、山岡選手以外なら、無所持でね、ぜひ来てほしいなと思ってますね。はい、まあ、被る可能性ももちろんありますけどね、被らず山岡選手以外で来てほしいなっていう感じです。はい、それでは来たいなと思います。まずは A ランクの方からいきますね。この5人でいきます。茶野選手ですね、ぜひ来てほしいです。いきます、1回だけです、お願いします、来い。これはスキップしますね。茶野選手お願いします。うん、紅林選手、まあ、紅林選手、まあ、まあいいかな。はい、そんなに称号用はなかったと思うんですけどね。はい、まあ、紅林選手ですね。はい、はい、それでは S ランク自治ミキサー行きたいなと思うんですけども、まあ、下からいきましょうか。1,2,3,4,5 ですね。はい、まあ、先ほども言いましたようにね、未所持で2位ならね、山岡選手以外たら誰でも、ほんまに誰でもいいんでね、ぜひ未所持2位来てほしいです。いきます、1回目お願いします、カブラス来い、頼む。さあ、ちょっとバット当たってほしいですね。まずそれで一安心したい。さあ、カブラス来い、バッター当たれ、よしよし、バッター当たりました、2勝きます。山岡選手以外で、さあ、ダメ。うん、おお、いきなり田島選手、いいですね。はい、田島選手ね、もう追加されてね、すぐ取りましたね。はい、一応まだシリーズ1オーダーに入ってますんでね、はい、そのまま継承ということで、これは非常に嬉しいですね。バッター、はい、とりあえず一発目かぶらず欲しい選手来ましたね。はい、それでは2回目いきたいなと思います。さあ、2回ともかぶらず来てほしいですね。2,3,4,5、この5枚でいきます。そうですね、かぶらず未所持、山岡選手以外の未所持来てほしいです。いきます、お願いします、来い、かぶらず来い。さあ、一発目田島選手来ましたんでね、こちらもぜひバット当たってほしい。さあ、どうでしょう、バット当たれ、
うわパッと当たれへんやん怖いよ怖いよ。さあどう誰阿部選手いいですねよかった。はい、阿部選手もねシリーズ1まだオーダーに入ってますんでね。いやーよかった、2回とも被らず来ましたね。はい、入来ました。はい、どっちも投手でしたね。ちょっとバッターも来てほしかったんですけどね、打者もね来てほしかったんですけど、まあまあ贅沢は言いません。はい、いやー未勝利2人来ました、嬉しいです。はい、それでは能力の方をね確認したいなと思うんですけども、いやーよかったもう2回目ちょっとバット当たらへんかったからやばいな思ったんですけども、まずは、すいません、まずは田島選手ですね。はい、もう追加されてすぐ取れましたね。はい、先発適正 S 球威76、制球76、スタミナ76ということでオール同値ですね。はい、これは非常にいいかなと思いますね。コンボ的にはね。はい、まあ球種の方もねこういう感じですね。はい、いやー嬉しいですねよかった、対ピンチ綺麗球持ちということでね。はい、田島選手、シリーズ1からの継承で、今現在もオーダー入ってますんでね、スピリッツ100上がります。はい、で、続きまして阿部選手来てくれましたね。はい、阿部選手、適正が中継ぎ S 球威78、制球76、スタミナ70ということで、まあ田島選手同様ね、未だにシリーズ1オーダー入ってますんでね、継承してスピリッツ100アップということで、まあ球威の方もねぜひね称号でねA に乗せたいなっていうのもありますね。はい、ちょっとコンボの方超豪腕とかね出したいなと思ってますんでね、いやこれは非常に嬉しいですね。はい、こういう感じですね。一応先発適正も D なんですね、フォークスプリットが B ということで、いやーよかった。はい、はい、ピンチ綺麗内角。はい、いやこれは良かったですね。はい、2回ともね、2回やって2回とも被らずに決勝できる選手来ましたんでね、はい、良かったかなと思いますね。まあそうですね、この頓宮選手とかね若月選手がなかなか縁のない選手がいてるんでね、この辺りもちょっと来てほしかったのかなというのも、もちろん山本選手もそうですけどね、来てほしかったかなというのはあるんですけども、まあでも贅沢言えないですね。はい、阿部選手、田島選手、これでまた純正最強決定戦に向けてね2人最新シリーズ取れましたんでね、良かったかなと思います。トンボ選手の場合はベトナムタイトルホルダーの方で、ね、チャンスありますんでね、そちらでもまた取れればなと思います。そうなるとパワーもね打ち上がりまして、そうですね、パワー A も狙えるっていう感じになりますんでね、別のタイトルホルダーが出た場合はね、はい、まあそれちょっと狙いたいなと思いますね。まあそうですね、はい、あとはそうですね、まあ田島選手、阿部選手来たんで非常に良かったかなと思います。はい、はい、まあ今回こんな感じですね。まあ A ランクの方はミキサー誰でしたっけ、紅林選手ですね。紅林選手もまあ A ランクそんなになかったんで良かったかなと思います。まあ S ランク自主ミキサー2回やりまして、2回とも、未処置の、選手来てくれましたんでね、もう非常に、まあ、オーダー的には強化できましたんで非常に良かったかなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。